どうも木原です。今日はですねゴールデンウィークですね、ノコギリの使い方とかノコギリを使う方とも結構いると思うので、ノコギリの使い方について、あの力をねなるべくかけないように、あの使うノコギリの使い方っていうのをちょっとあのお伝えできたらなっていうふうに思ったので、あのちょっとノコギリの使い方のコツですねの部分をあの説明していけたらなっていうふうに思います。皆さんね、あのちょっとこっち映してもらっていいですか。もうこう手をこうしてノコギリ切ると思うんですね。こういうふうに、わかります？こうやって、あこれでも切れるんですけれども、多分こことここがパンパンになってくるんですよ。こういうふうにしてこうやって切ると腕がね結構パンパンになってくるので、使い方、なるべくその力を使わずに使う使い方っていうのをちょっと説明していけたらなっていうふうに思うので、今からちょっと説明しようと思います。ノコギリなんですけれども、これ断面図映してもらおうかな。映ってる？ここ映ってます。映ってます、はい、これねまっすぐ引くと、ここはまっすぐ直線にこう進んでいくんですね。ノコギリをねこうまっすぐ引くと、こう切れてる行くところはこうなっていくんですね。こういいですか、これこう分かりますかね。これ線今引いたんですけど、こう切っていくとこうねまっすぐになるんですね。でこうまっすぐになってくると、ここに角、こう角ができてくると思うんですね。ここの角の部分ですね。ここの角の部分が出てきてくると思うんですけど、ここの角の部分を次はこう削るように切っていくんですね。こうそうするとすごくね、あの力を入れずに切れるようになるので、ちょっと実際にねあのそれを意識しながら使ったノコギリの使い方っていうのをちょっと今からあの実演しようと思います。じゃあ実際にノコギリを引いていきますね。今まっすぐ引きました。次は奥側の角を落とします。で今度手前側の角を落とします。なら今奥側と手前側を切ったから、こういう角になってますよね。ね、なので今度またまっすぐ引きます。これの繰り返し、ここ手前まっすぐ奥手前真ん中、こう角を削いでいくような感じでノコギリを引いていく、いろんな方向から、これをするとすごく切れやすいです。どう、あ、はじめ、あ、キンさんそんなここまで細かく説明したことないか。あんないですね。ああ、まあわかります。なんかそんな力入れてなかったですよね。そういうことなんですよね。このまままっすぐやったら、これでもいいんですよ。僕らが使ってるのってこのカーブソーなんで、あの角をね削るようには切っていてくれるんですよ。勝手にね。だけどさらに自分でこうここ角切りをこう切ると切れやすいし、太くなれば太くなるほどこれの効果がわかるようになってくるかなっていう感じね。じゃあこれが、ノコギリを使う時のコツですね。じゃあ次ですね、こう腕で切ったらすぐここが疲れちゃいますよっていうのを説明したと思うんですけれども、僕は切る時にこの腕で引くっていうよりも背中で引くような、ここの背中で引くような感じで僕はノコギリを使うことが多いです。特にねこういうね これぐらいやったら、僕の感覚で言ったら細い枝なんですね。なのでこれぐらいやったら別にそこまで意識しなくていいですけど、太い枝これぐらいとかになってくると、腕でやってたらねすぐパンパンになっちゃうんで、これはねもう背中でなるべくここを曲げないように、こう背中で切る、こう分かります、ここの背中で切るような感じでするとすごくね力がこもります。特に、ね、引くときに力入れる、当ててグッと引くような感じ、グッと腕はあんまりこうしない、腕じゃなくて背中で引くような感じで引くときにしっかり力入れる、
あとは角度をいろんな角度に変えて切って、で最後ちょっと調整でこういう風にここ使ってもいいですけど、やっぱ今もやりましたすぐ疲れるんで、なるべく背中でねノコギリは使うようにした方が僕はいいかなというふうに思います。これもねコツですね。次のコツは剪定バサミの使い方の動画でも説明したと思うんですけれども、どういったらいいか、傷口を広げるように切る、それをしておくと切れやすいんですね。なのでこれもそうですね、ここ見てもらったら、今僕これ木をですね手前に倒してるんですね。ちょっと離れ気味の方がいいかな、手前に倒してるんですけれども、手前に倒してる今こっちに力かかってますよね。これと反対の方から切る、これが多分これが結構早く切れるかな、すごく早く切れましたよね。なのでこれはねこういう風な切り方したらいいと思います。じゃあちょっともっと下がりましょうかね。今度この枝をちょっと落としてみようと思うので、結構ね自分でされる時とか大きく枝をねここが出っ張ってるから落としたいとかで切る時あると思うんですけれども、結構皆さんねここだけ切っちゃうんですよね。こっち側だけ切って、で米の重みで割れながら落ちていく、だからここが幹のねところがね割れちゃったりするんですよ。ちょっと一遍やってみようかな、ここの辺こう割れるとこうまく映せる、そっち、まあ、横から見た方がいいか、こんな感じですね。上結構大きいのがあるんですけどね、うん、でこれじゃあここだけで切りますよ、うん、ここだけで切った時どうなるか、だってご自分で多分やってる時とか、うん、これ分かります、こう幹が割れたの分かります、多分見えますよね。でこれねこっちの上側の幹が今割れたからまだマシなんですけど、これが逆パターンやったらこっち下がこう割れますよね。これが下やと思ったら、ここ幹割れちゃう可能性あるんですよね。でこれなると木はすぐ弱っちゃうんですね。なので幹が割れないようにするための切り方っていうのがあるんで、それもちょっと説明しとこうかなっていうふうに思います。まあ、ちょっとここちょっと落としちゃおうかな、よいしょ、ここ落として、まあ、ここで言ったら実際に例えば切らないといけないとこはここだとしますね。ここで切らないといけない場合は僕やったら、まあ、ここちょっと印入れとこうかな、まあ、ほんまはここで切りたいという場合はちょっと上の方で切るんですね。でさっき上からだけで切ったら幹が割れるって言ってたじゃないですか、じゃなくてこの下にねちょっと線入れとくんですよ、こうやってこうね、今ちょっと切り口入れましたよね、切り口入れましたよね。で今度上側切るんですね、うん、いきますよ、はい、わかります、ここの切り口で、これちょっとめくれちゃったなめくれちゃったけど、うん、まあ、ここの切り口でどういったんですか、幹割れすることを防いでますよね。で今度ここのラインで今度切る、どうしてもね大きく枝を落とすときとかは幹が割れちゃって木を傷めちゃう危険性があるんですよ。なのでそれをね注意払うために一回切りたいところのちょっと上、拳1個分ぐらいでいいかな、拳1個分ぐらいか、まあ、手開いた分ぐらい上で切って、でその後もう一回切る、まあちょっと手間なんですけど、太いとこ落とすときはそういう注意を払って切った方が僕はいいと思います。その方が安全ですね。こうやってねここのとこ幹がねこうバキッて割れちゃったりとかしたら、ここから腐朽期に入ってねこの枝ごと枯れちゃったりとかの危険性もあるんで、そのあたりは注意してもらえたらいいかなというふうに思います。であとは最後にちょっとまあおまけというかノコギリの使い方で、まあ、片手でしんどくなってきたりとかもすることあると思うんで、僕はものすごく太いとここういうとこですね、ここ一遍やってみよう、ここピクかな、ここの枝とかね、うん、じゃあさっきのも踏まえた上でちょっと切ろうかなっていうふうに思うんで、見ててもらったらいいんですけど、まずこの辺ね、この辺ちょっと切り口入れておきますね、うんうん、で次こうですね、この動きをしながら切っていきますね。であとは引っ張る力とかも
やるんですけれども、まあ、あの引っ張るよりも切るのに専念したい場合はもう僕はねこういうのだったらもう両手でかき引きます、ね、ケンさんの方ね落ちてくるかもしれないからちょっとずれた方がいいかも、ね、うん、背中ほらこの太いのこの感じで早く切れませんでした今。そうですね。うん、ね、まあ僕のパワーもあるけど、でも別にそんなに力入れてる感じ しなかったでしょ。そうですね、はい、まあ本当にこうコツだけ掴んでこういう風に切ると、結構これはね背中の力を使うので体全体で、まあその代わり全身しんどくなりますけどね。よいしょ。これここは硬いな。よいしょ。最初に説明した角を取るようにね。こんな感じね。うん。まあやっぱり手作業なんで力はもちろんいるんですけど、まあコツとしたらこういう感じのコツがあります。多分ねゴールデンウィーク実際に剪定もすると思うんですけど、こういう伐採作業とかもすると思うんで、ただチェーンソーを買うのはちょっとねすごくコストがかかってしまいますし、そんな使用頻度もないと思うんで。まあ、ノコギリでするんやったらこういう切り方があると思うのでコツとして参考にしてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。ありがとうございます。